相模隆法です。ということで、今回はですね、隆法の人生相談のコーナーナンバー4ということで、まあ、人生相談というよりも、ちょっ と取り上げてもらいたいものがありますっていうことで、コメント欄にいただいたんで、それにお答えするいう形ですね。で、今回はですね、対人恐怖症についてです。ここ、お医者さんでも何でもないんで、心理学者でも何でもないので、まあ、基本的には、病院行って、薬をもらって治療を受けてください。今、良いプログラムがあるんでね、大学とかでも結構ね、そういう、なんだ、そんないろんな臨床実験みたいなのがあって、すごいね、そういうのが出来上がってるって聞くんで、まずここに絶対行くんですよっていうのが条件です。だから、まさがみが言うたからこうしてんねんっていうのだけはダメです。絶対ちゃんと行ってほしいと思います。ということですね。ということでね、対人恐怖症結構ね、多いんです。これめっちゃ多いです。うちもっていうか、占い師なんで、まあ、占いの延長で相談よく受けるパターンですよね。すごくね、根深いですよね。やはり、ストレス社会っていうんですか？やっぱこう、精神的なこういうのがね、結構ね、多くて、なかなかね、手間暇かかる問題でございます。簡単なもんじゃないです。はい。ただね、短すぎるんですよ。こう内容とかも。ちょっと説明しますね。まず割合です。だいたい10人に1人から2人。つまり、小さな会社とか、小さなお店で、すでに1人か2人いるんですよ。こう、わかります？20人だったら、2人から4人いるんですよ。かなり大きな割合ですよね。はい。でも、状況としては、対人であったり、電話であったり、スピーチであったり、会議であったり、みんなでご飯食べるときの会食であったりね、忘年会、新年会、まあ、いろいろ歓迎会とか、送別会みたいなときに、こう、現れる、症状が現れるパターン多いですし、まあ、もう常にずーっとそういう状態の人いてますっていう感じでございます。まずですね、症状としては緊張する。ね。まあ、顔が人前とかで赤面する。まあ、どもりますみたいな。あと、処刑って言ってね、手が震える。よくほら、お子さんで、勉強しなさいって言われた時に、こうやって、お母さんによって勉強してたら、こう手震える子とか言ってるね。お母さんおったら勉強しにくいわみたいな。あと、言い訳やめなさいじゃなくて、こうやっぱりね、そういう、こういうのの一種なんですよ。例えば人が見てたら書けないでもそうですよね。ただなんか震えるぐらいだったらいいんですけども、処刑でね。実際その痛みを感じる時ある。もう痛くて鉛筆も持たれへんねん、お母さんっていう人いるんですよ。これもね、だからその嘘ついてるわけでも何でもないです。これは本当そういう症状があるんで、本当ね、こう、理解を持って接していかなきゃいけない。ということですね。はい、また、あとはね、発汗ですよね。熱が。汗をかく熱が出るんじゃなくて、熱出る場合もあるんですけど、まあ、まず、いっぱい汗をかいたり、めまいがしたりね、お腹痛くなったりね、うん。お腹がグーグーなったり、あとはね、失業、もう喋れなくて、こう、言葉を失ってしまう。例えばね、会議なんかでも自分の番でずっとね、プレゼンの用意してても、いざ自分の顔になったら、言葉出ないみたいな。頭真っ白みたいなね。うん、そういうのもね、一つの対人恐怖症でございます。あとですね、まあ、顔面神経麻痺ね、結構ね、顔面カーカーってなった人、結構多いんですよ、これ。結構ね、聞きます。結構高頻度で最近特に聞きますよね。とかね、いう症状が出ます。本当に。これね、一概に、なんや、そんなんあれやん、みたいな。人前出たら緊張するやん、スピーチの時誰でも緊張するやんかって。な、人前出たら赤くなるやん、って。どもったり、ちょっと、するやんって言うけど、もう、そういうレベルじゃないんですよね。もうね、何もできなくなる。ぐらいのレベルなんですよ。だから、誰でもあるようなことの、もっとひどいバージョン。なかなかね、誰にでもあるから、なんや、そんな甘えやんっていう人いてますけど、全然甘えても何でもない。れっきとした病気で、本人にとっては、もう、生きるか死ぬかっていうぐらい、大変なことでございます。だからそれをね、まずね、理解していただきたいですよね。うん。これは本当にね、根深いですね。本当。ただね、状況、こういう普通の状況ですね。人に会うとかね、人の中に入っていく、電話を取るみたいなね。それから、スピーチをする、プレゼンする、ね、会議をする、当然そのね、会食でみんなと集まる、ね、何々会とかで、ね、一緒にご飯と、まあ、お昼のご飯も一緒に食べるのを辛い人もたくさんいてるっていう感じです。本当ね、この人によって症状の現れ方とか、どれがっていうの、ポイントもね、それぞれなんですよね。一言、こう、対人恐怖症ってまとめていますけども、幅も広いし、状況もいろいろありますし、
ねえ、そのもう何年もかかってる人いてます。ずーっと普通に生きてきたのに、ね、10年、20年、30年生きてきたのに、突然こうなって、もう、引きこもりっていうか、家から出れなくなってしまう。働けなくなってしまう。もう、一人暮らしだったらもう生活保護を受けないともう生活ができないっていうぐらいのレベルになったりするんでね。本当に、この症状っていうのは本当にね、大変でございます。本当ね。うちでも、ま、ここまでっていう風じゃないですよ。まあ、ね、うちに来て、先生って相談するぐらいなんで、まあ、ギリギリちょっと家から出れるかなっていうレベルのお客さんが多いですけども、相談者が多いんですけども、実際ね、ほんとね、何度も何度も同じことの繰り返しですね、やっぱりね。説明であったり、こういう風にしましょうっていうのは何回も何回もやって、ずーっとだいぶ良くなってきたなーと思ったらまたガン落ちるんですよ。良くなってきたなーってガン落ちるんですよ。ほんとね、なんていうのかね、こう、せっかく作ったものが、ブワーっとね、流されるぐらいの勢いでね、元に戻ってしまうことが多々あります。本当にね、やっててね、本当ね、本当やばいんだなってやっぱりね、思いますね。うん。でもまあ、対処方法としてはね、ちょっとまあ、自分の知識だけですけども、あくまでこれ、まさがみの見解なんで、ね、はい。あくまでもまさがみの個人の見解ですよ。これは絶対ね、忘れない、勘違いしないようにね。まずね、イメージトレーニングですよね。まずね、鏡に毎日語りかける。おはようとか、いい顔してんねとか、笑ったり、基本笑う。泣いたらダメ、映ってくるからね。まあ、笑顔を作る表情をするとか、あとはね、手の運動ですね。やっぱこう、やっぱりね、こう、手をこうすると、やっぱりね、血液の循環が良くなりましてね。やっぱね、こう、栄養が回るんでね。やっぱね、栄養が回るっていうことは、良い方向にやっぱり物事を考えるようなんだよ。こう、手の運動ね、こうやって。やるのも大事だと思いますし。あと、太陽光を浴びる。元でね、こうなったら家から出なくなってしまうんで、もうずっと家に引きこもり、ね、ずっと蛍光灯か LED の光のもと、またはパソコンのこのね、この光だけとかじゃなくて、必ず1日1回は表に出ましょう。5分でも10分でもいいです。今ちょっとね、コロナの影響で、あまりこのね、不要不出不急のね、外出は控えてください。これまあちょっとね、ちょっとぐらいはね、まだ家から10メートルぐらいまでは、もうこれぐらいはね、いいと思うんですよ。だから絶対出ないと、まだまあベランダにもいいですし、とりあえずね、太陽光線を見る。っていうのがやっぱり大事ですね。太陽光線を浴びるっていうのが大事です。はい。あとは、やっぱ挨拶ですね。挨拶。自分から挨拶していく。まあ、だから人に会わない人って言ってますよね。もう自分で自分の鏡に向かって、おはよう自分の名前に、ダイヤおはようみたいな。まさかめたら、まさみおはようみたいな。今日も元気やねせーみたいな。そんな感じでね、元気よく挨拶する傾向をしたらいいかなと思います。まあ、そういうことぐらいですよね。あとはその、なんだろう。もう今 SNS いっぱいあるじゃないですか。ほんで、まあ、そこでコメントを打つとかね。まあ、匿名で今いけるんでね。もう特にまさがみのコメント欄なんて何書いてもいいんで。書いていただいたら。あんまりひどいのは消しますけど。ブロックしますけど。未だかつてまだブロックはしたことないですけどね。そんなアンチが湧いてないんでね。アンチが湧き出したらどうなるかな、わかんないですけど。ブロックするのかな、どうなんでしょうね。ちょっとわかんないですけども。まあでもその、まあコメント欄で自分の意見を言ってみて、周りの反応を見るみたいな。で、やばかったら消しゃいいんだよね。編集でパッと消せるじゃないですか。消せないのかな、消せると思うんで、消しゃいいと思ってますし。そんな感じですよね。で、だからこういうね、周りの人に意外と多いっていうのが分かってほしい。だからこうなってる人にね、お前根性ないとか、勇気がないとか、努力が足らんとか、甘えてんねんとか言うんじゃなしに。やっぱね、もうこう、言うことあるんですよ。普通にあるんですよ。それは、仮病でも怠けでも甘えでも何でもない。病気なんで。これもう本人ではどうしようもないんですよ。だから、病院があって薬を出したプログラムをね、作っていろんな研究してるわけ、治療法の。
ですよね。社会の大問題になっております、これね。結構です、10人1人って。そうですよね。1億2000万おったら、1200万人以上は、1200万人か、2400万人超えですからね。ほんとね、症状はやっぱりね、強い弱いはありますけども、もう誰でもね、なってしまうような、病気なんでね。本当に、こう、周りにもしこういう人があったら、必ずお話を聞いてあげてください。まだ無理やり聞いたからね、なんでなんで、どうしたら大丈夫じゃなくて、その人が口を開いた時に、必ず相手をしてあげるね。うん。とね、ここですよね、学校の先生だったり、ね、まあ、子供の親御さん、親の方であったら、やっぱ教育をきっちりしていく上で、やはりね、その、厳しいのも大事なんですけども、まずは寄り添ってあげるっていうことをね、忘れないようにね。今回、寄り添う。ね。ことを忘れないようにしていただければいいかなと思います。っていうのが、まさがみの見解でございます。はい、ということで、結構ね、明るく喋りますけど、事態は深刻でございます。皆さん本当に。周りにこういう方がいたらね、みんなで、手を取り合って、仲良くやっていきましょうということでございます。それでは皆さん、ごきげんよう。まさがみりゅうほでした。